はい、どうもこんにちは、島です。島のライテクトレーニング、略して島トレです。いつも皆さんありがとうございます。今日は走行動画をねアップしていきたいなと思います。キャプチャーで、好きなところにジャンプできますので、好きなバイクのところ見てください。今回は、小中排気量をアップして、次は大排気量をアップしていきたいなと思います。で、島トレ練習会はですね、競技ではなくてバイクの運転を純粋に楽しんで、安全意識を高めてもらおうっていうね練習会です。これはね8の字をやってるところです。で、こちらはトレインコースっていうね、ちょっとスピードが出る、コース走行になります。まあそれ言ってもですね、まあスピードを競う、競技とかではなくて、左右の切り返しとかアクセルのオンオフをね愛車で体験してもらいたくて、こういうコースを設置してます。なので運転に不慣れな方でも十分にね楽しめるゆるーいコースです。続きまして8の GP の計測をやっておりますのは軽量バイクのトリッカーですね。一本橋がめちゃくちゃ上手です。こちらは U ターン講習をやっているところです。おそらくこれ6メートル幅だったんですけども、広すぎるっていうぐらいにね、小回りやってらっしゃいました。続きまして、忍者400ですね。これもね、軽量バイクでめちゃくちゃ、速いバイクですね。こういう練習会では、忍者250とか忍者400とかね、軽量バイクが、すごく切り返しとか、キビキビ走れるので楽しいかなと思いますね。まあ、好きな方はね忍者1000とか
そういうバイクでもいいかなと思いますけども、ちょっと難しいのでね、軽いバイクから始めてみるのはいかがでしょうか。この日参加されてた方で GB350S っていうバイクに乗られている方も参加されてました。これ調べるとですね、 GB350 のスポーツモデルらしくて、17インチホイールでカウルとかね、テールかながね、若干カフェレーサーっぽくなってて、僕的にはこっちの方がね、目的にはこれがなんか好きなデザインですね。かっこいいな、おしゃれだなと思って。GSX-S125 っていうバイクはですね、 GSX-R125 と、エンジンは一緒なんですけど、それのアップライトなポジションのバイクです。なかなかスポーティーなバイクかなと思いますね。ZX25R の走行動画です。やっぱこういうスピードが出るところがね、楽しいかなと思いますね。私もね、昔これに乗ってたので分かりますね。回していくとね、めちゃくちゃ速いんですよこれで。電子制御もついてるので結構ね、乗りやすくて、面白いかなと思いますね。自分が乗ってたのは真っ黒だったんですけども、このカラーリングむちゃくちゃかっこいいですね。艶消しのブルーかな。
初参加の方を先導してくださっている CRF250L 乗りの方ですね。乗り方が綺麗ですよね。やっぱこう基礎をねしっかりやっていくと安全にもつながるので、こういう方の運転を参考に、ね、自分もこうなりたいっていうのに、いうのを、まあ、見つけていただければ面白いかなと思います。はい、なぜかここにストリートトリプルがあって思う方は鋭いですね。実はまあビッグバイク編の方で、いっぱいいらっしゃるので、時間の都合上こちらで編集させていただきました。車体の横にですねエンジンガードというか、バンパーをつけてらっしゃる方なので、転倒対策でバンパーは非常にいいかなと思います。これもそうですね。これも排気量は大きいんですけども、まあ、めちゃくちゃ軽量なバイクなので、一応こちらの、中排気量編で紹介しました。SR700 楽しそうなバイクです。はい、川崎の軽量なオフロードバイクですね。 T トラッカーの方はモタードバイクなので、それとはねちょっと違うんですけども、こういうバイクも楽しいかなと思います。走りのレベルもかなり上級者でした。
はい、最後はスタッフの、YouTuber ミカさんですね。ぜひぜひ、ミカさんとお話ししたい方は島トレ練習会へいらしてください。さあ、マイシマシマミカチャンネルのミカさんです。スタッフで気を抜けて、スタートしております。トレインコースで伴走しております。今日、8の字のタイムが、ベスト39秒出たということですごくね、張り切っております。何かね、コツをつかんだかなと思うんですけど、ここからオフセットスラロームで行きたいなと思います。フロントブレーキの使い方をね、自分流にマスターしたということなんですけども、さあここから直線スラロームで帰っていきますね。ミカさんが加速して、さあ最後のセクション直線スラロームです。でゴール、素晴らしい。もっとまだまだ行きますね。どんどん行ってまいりましょう。